今回の戦じゃ妙な噂を耳にしたぜ。敵陣にあのノスフェラトゥーゾットが加わっているってさ。ノスフェラトゥーゾット、嬉しいぞ。貴様のような敵に巡り合うために俺はこの300年生きながらえてきたのかもしれん。帰って飯にしようぜ。前進する。ミッドランド軍を蹴散らせ。
騎団の猛威を天下に知らしめるのだ。こんなところで終われないよ。あといくつ勝利を重ねれば俺の夢は。ダッツ、ど、グレス、いや、こいつが盾になってくれたんだ。高くついたな、この毒を。聞いたかよ、ニコルの野郎、惚れた女と結婚するために戦場で功を立てるって息巻いてるってよ。たかが女のために。たかが女って笑えるほどオタクモテてたっけ。バカ野郎、俺はこのまま行きゃ貴族にもなれる男だぜ。そこら辺の女なんぞに構ってられねえんだよ。なんだリッケルト、鍛冶屋の仕事に興味があんのか。鍛冶屋っていうか、物作り、仕掛けのあるもの全般かな。クロスボウ使うのも好きだし、もっと複雑で役に立つもの作ってみたいなって。グリフスはどこだ、話があんだが。グリフスは大臣たちと謁見中だ。終わってからにしろ。グリフィスは貴族でミッドランド軍の騎士なんだ。お前みたいに剣振り回していればいいだけの人間じゃない。邪魔はさせない。
今は引くか。逃がせば禍根を残す。仕留めるぞ。調子に乗りすぎるなよ。前進する。の勝ちだ。みんなよくやった。殺し。
誰？この国の第二王位継承権者、クリュウ将軍、ユリウス伯爵。俺を射った矢には毒が塗られていた。王家によって代々暗殺に用いられてきた猛毒がな。これは汚い仕事だ。決して失敗も許されない。だからこそこの仕事はお前に頼まれてくれるか。らしくねえな。しのぐの言わず命令すりゃいいんだ。いつも通りに。おりゃ、おい、ハッサン。いや、確かに物音が。誰かいるぞ。よし、俺たちの勝利だ。西の城壁だ。挟み撃ちにしろ。撃て。私にとって友とはそんな対等のものだと思っています。戻るぞガッツ。チューダーの仕業なら戦が。ガッツ、待て！なんだそのざまは。貴様それでも王族の子か。この私からせめて一本でも取ってみろ。いや、確かに物音が。誰かいるぞ。音、俺はいつも必死だった。ガンビーノ、あんたに認めてもらおうといつも。あ、夢か。思い出しちまうとはな。
だから黙って飲んでちゃダメだってば。つまんないよ。いい加減盛り上がろうよ。うおーい。よかったな、盛り上がって。今回の戦、高野団が先陣と聞きました。ええ、今回の出陣でこの戦争に終止符を打つことになるかもしれません。お城の者たちはグリフィス様のことをミッドランドの守り神と噂しています。守り神とは大げさですね。不肖の身ですが、全力を持って当たらせていただきます。グリフィス、そろそろ出発の。グリフィス様。シャルロット様、もうお立ちになられるのですか。ええ、行ってまいります。私、今度の戦ほど戦いを恐ろしいと思ったことはありません。グリフィス様、どうかどうかご無事で。はい。行くぞ。ああ。出発！俺にとって友とはそんな対等のものだと思っています。対等のもの。